こんばんは、春風みなです。皆様いかがお過ごしでございましょうか。今日はですね、自分の求める人材を召喚する方法と題しましてお話をしたいと思っております。こんばんは。今日ですね、私毎月行っております豊川稲荷東京別院さんの方に参拝をしてきたんですね。でその時にね、またびっくりすることが例によって起きたんだけれども、私出発する前にうちの夫になんか雑談してたわけよ。私どうなのかな、今どういう状態なのかなって言って、午前中ね、ヨニワンドの検品しててってなるくらい、傷がめっちゃあるやんっていう感じだったので、研磨に出さなくちゃなって思ってたんですよ。まあ、落ち込んでたんですよ。新しい業者さんに、から購入したのに、こいつもかと思って、いいってなってたんですよ。で、そんな中で、うちの夫が言ったわけですよ、私に。はるちゃんね、飛躍するタイミングなんだよ、それがって。高く飛ぶための助走の期間が今あるんだよ。これからうまくいくよって、うちの夫が言ってくれたんですよ。いいやつだなと思って。で、そしたらね、今日、豊川稲荷に参拝したら、私、毎回、男みくじを引くんですけれども、男みくじですね、こんなのが出ました。もう大吉だと。新たな舞台へ、大きく飛躍って。もうなんか、お、すげえなと思って、うちの夫が言ってたこととまんまのこと書いてるやないかと思って、マジかって、安定感が半端ないなと思って。で、過去の配信を聞いていただけるとわかるんですけれども、うちの夫に言われたことが毎回おみくじに書いてあるっていうことが私毎回あるんですよ。もうしつこいんですよ。うちの夫、もうおみくじ引かなくていいじゃんっていうレベルの内容がいつもうちの夫から聞こえてくるんですよ。へえと思って感動したから電話かけたんですよ。これおみくじ引いてから夫に、すいません、本日もお言葉いただきまして誠にありがとうございます。おみくじでも全く同じ内容が来ました。私はあなたを参拝した方がいいんでしょうかっていう風に夫に聞きました。そしたら、俺さ、別にさ、神様でも何でもなくてさ、ただのいた子なんだよ。だからさ、俺のこと参拝したってさ、特にいいことないからさ、まあ、はるちゃん普通に過ごしなよって言われて、あ、そうなんすね、わかりましたって言って、今日ご機嫌で東京中を動き回ってきたんですけれども、さあ今日主題としてお伝えしたいこと、自分が求める人材は圧倒的に現実創造する方法っていうこの話なんですけれども、私ちなみにですが、このドスピチュアルな夫が、ドスピチュアルだっていうことを知ったのは、別居してからです。私、彼と、かれこれ付き合って結婚して、5年くらい付き合ってからやっと別居したタイミングで知りました。と思って。何が起きたかっていうと、私、別居したタイミングで、すごくスピリチュアルに傾倒してったので、その時に、自分の望みを出すっていうのを習慣づけることを一生懸命やってる期間があったんですよ。で、その時に、私が望んでいたことっていうのは、自分の隣に、スピリチュアルの見解から、私にアドバイスを随時くれる存在が欲しいでござるっていうふうに、宇宙にオーダー出してたんですよ。でね、その数ヶ月経って、なんか夫がうちの地元にやってきて、で、おしゃべりしてたんですよ。その時に私なんか神社に参拝しに行くんだって話して、ああ、そうなんやーって言ってる時に、彼が、はるちゃんあれやろ、最近神社めっちゃ行ってて、お墓参りもめっちゃしてて、なんか、手合わせてるんやろ、それめっちゃ大事なことやからやった方がええでって、続けた方がええでって、急に言ってきたのね。私喋って、別居してて、彼とほとんど連絡取ってなかったから、私ね、自分が神社行ってること、寺に行ってること、自分の親族の墓に行ってること、一個も喋ってなかったのに、パーって言い始めたの。と思って、おかしいなと思ったから、ねえ、私さ、そういうことさ、一個も言ってないじゃん。なんでわかったのって。わかるよ、見て、すぐに。君そういう人って言ったら、そうやでって。
俺わかる人やで、そうだったんですか、なぜ私にそれを言わなかったんですか、お付き合いしてる時に。いや、はるちゃんほら興味なかったし、興味ない人間にそんな話したって困るやん。そうっすね。はい、皆さんちょっとわかりますか、現実創造というのにはですね、2パターンあるんですよ。2パターン覚えといてください。多分みんなが想像できる現実創造っていうのは、なんか例えばさ、なんかこういう男がいいとかさ、こういう彼氏がいいとかさ、なんかこういう人と付き合いたいとかあるじゃん。もう全部今男の事例でしか喋らなかったけど望み書くじゃん。それでね、まあ、新しい今までの人間関係じゃないところからその男の人と出会うっていうパターンももちろんある、もちろんあるし、もう一つパターンがある。すでにあなたが出会っている男の人が、実はあなたが求めている能力を兼ね備えているパターンというのがある。びっくりしませんか？私びっくりしたんですよ。マジかと思って。マジかと思って。すげえびっくりしたと思って。でね、さらに言うと、あと2年くらい経ってから、去年、ん？いつだ？風俗行ったのいつだ？2年前か。私が、女性向け風俗行った後に、自分の中で望みが出て、男性器の形がこうでこうで、これくらいのサイズの男がいいっていう風に望んだんですよ。うん、そうだね。去年の話だね。望んで、私、家にあったディルドの仮とか測って、一体、仮田が何ミリがいいんだろうとか言って、もう直接測ったし、ディルドの大きさ測ったし、うちの夫の男性器の長さ測って、私は、どの長さだと満足するんだろうっていう風な、目安をですね、測定したんですよ。自分が、なんか体験したい、男性器のサイズはどれくらいのサイズなんだろうと思って、測って、測定して、じゃあこれくらいかなっていう、プラス何ミリみたいな感じで、書いてたんですよ、ノートに。もうこんなことしてるやついないと思うけど、やってたの。体験したい男性器のサイズを。で、そしたらね、これ書いて1ヶ月、2ヶ月した後に、私、4人ワンドに出会って、膣ほぐし始めたんですよね。で、それで、そしたらうちの夫が、はるちゃんが俺とのセックスを気持ちよくなるために、膣ほぐしを始めたから、俺も何か努力することはできないだろうかと思って、彼が調べ始めて、全然違うよ。私は美容目的で膣ほぐし始めたんだけど、でも彼はいいように捉えて、なんかこう、セックスオブライフをなんか充実させるために彼女をやってるんだっていう風に彼は捉えたわけですよね。で、それで、射精するのをやめたんですよ。うちの夫は。で、射精するのをやめて、で、それでいたす、ことをしたときにびっくりしたんですけれども、すぐ定規出したんですけれども、私がノートに書いてた条件を夫がクリアしてきたんですよ。はい、男性器の話です。すごいでしょ。またはい、復習です。現実創造というのは、新しい人間が登場するパターンと、すでに横にいる人間がその能力を兼ね備えて現れるパターンがあると言いましたね。なんか私は自分が求めている男性器のサイズの新しい男が出てきたんじゃなくて、うちの夫が射精管理じゃない射精しなくなって、そしたらバッキバキになったから、男性器が、そしたらね、仮がね、なんか仮高になったの、より一層仮高になって、膨張率が高まったから、こう大きくなったの、男性器が。こんなことあるんだと思って、このパターンで現実創造って本当に起きるんだ、受けるっていうことがあったんですね。はい、サイズ変わりました、オリオンさん。受けると思って、だから私は男性器がないから自分の体で実験することができないんだけれども、本当にね、男の人って面白いなと思って、射精しないと顔つきが変わるし、肌が変わるし、なんかオーラが出てくるし、でね、すごいな、体力がつくんですよね。普段私のことね、別にこう抱き上げたりすると腰がやられるとか言って、私のこと抱き上げたりなんかしないのに、何日食べたかな、1週間くらい食べるとね、私のこと抱き上げても腰が痛くならないの。
やばいでしょ、なんかおかしいね、なんかそうなんねん、え、男の人ってこんなに変わるのと思ってすっごいびっくりした。今日、今日皆さんに言いたいことというのはですね、無理じゃねって思うことほどノートに書いておいた方がいいよ。叶ったのマジウケるっていうことほどノートに書いておいた方がいいよ。叶うから。叶えてやる叶えてやると思ってノートに書くよりも、これ叶ったらマジウケんなっていうノリで書いてる方が、叶いやすい。変な力入ってないし、こう、気楽に考えてるから、気分よく書いてるんですよ。私の男性器のサイズ書いてる時なんて、もうノリですよ。こんなもん叶ったらマジウケんな、バリウケんな、みたいな感じで書いてたら叶っちゃったんだもん。面白いでしょ？やんな？もう、顔のほうれい線が消えたら嬉しいなとかさ、なんか肌がつるつるになって、なんか頬がこうなって上がったら嬉しいなとか、なんかいっぱい書いときな、叶うからとか。そうなんです。コメント読みます。あやさん、やはり外に向かって何かするより自分を満たしたり中の望みを出すことなのかな。もう絶対にそうです。私、夫に対して何かアプローチしたこととか、夫のために何かしたこととか、すればするほど、家族のために尽くせば尽くすほどに、不幸になったっていう経験があります。しっかりとモラハラ、パワハラ、各種ハラスメント、すべて受けました。残念。で、結局、やっぱり、人生を逆転させたいっていうんだったらば、逆のことするしかないんですよ。誰かにずっと尽くしてきたって言うんだったらば、自分に尽くすっていうことをしなくちゃいけないんですよ。この今まで誰かに向けて一生懸命努力してきた人っていうのは、この逆をやるときに、吐きそうなくらい恐ろしくて、勇気を出さなくてはなりません。怖いです。自分のためにお金使うのが怖いし、自分のために、スタバ行くのめっちゃ怖かったし、自分のために、旅行代金出すのすげえ怖かったし、自分のために、気に入ったゴミ箱を買うの怖かったし、全部怖かったです。それを、吐きそうになりながら、お金減るんじゃないかなとか、ドキドキしながら、買ってました。そうだな。私ね、その現実創造とか言うときに、叶えるために書くっていうよりもさ、なんか自分の望みが何なのかなとか、自分が何が好きなのかなとか、自分の好き嫌いを把握するための取扱説明書を更新するようなノリで書いた方が、書きやすいんじゃないかなと思うんですよね。本当はぶっちゃけブランドバッグ欲しいとかさ、なんかそういうこと書いとけばいいと思うんだよね、私。その方が、気負いがない。なんか変に、いつか、なんかサンフランシスコに住みたいっていう、の書いたとしても、なんかさ、例えば鬱で、実家にいて、無職で、もう何もすることがないみたいな状態の時に、書いたって、心がそんな震えないのよ。なんでかっていうと、遠すぎるから。今の現実とその夢のサイズが合わなすぎて、心が一切震えないのよ。で、それで虚しくなるの、夢書いてて。叶うのか、これ書いて何の意味があるんだよっていう強烈な否定が現れるから、それが出るくらいだったら望み書かない方がいい。おすすめしない。私そういうことやって苦しくなって、なんかノート書くの辛いってなったことが私はあった。だからね、やっぱりこうセックスもそうだけど、自分の気持ちよさを追うことってすごく大事で、自分の夢とか自分の望みとか、これしたいあれしたいっていうレベル感も、自分が今の自分が嬉しい、それ叶ったらマジ嬉しいんだけどとか、そういうことを望んだ方が、よっぽどサンフランシスコに住むとか、なんかそういうこと書くよりもヘルツ出せます。最近のハッピーちゃんの配信だと震えるですね、言葉で言うの。震える。心が震える。今の私の、震えるは、あれだよね、オイルヒーターが家にあったらいいなとかだよね。暖房、すごく効いてくれるんだけど、肌が乾燥してしまうので、そういうものがあった方が私は嬉しいなとか思っております。
はい。面白いよ。私結構なんか多分ね、現実想像するときに私結構人に関しては叶えるのがなんか早かったなと思う。今回マルシェの手伝いを手伝っていただきたいですっていうあの人だとか、何なんかこう抱き合いたい男だとか、いたしたい男のあの男性器の形だとか、なんかそういうのをは大体叶わない、叶う叶わないとか考えずに、欲しいなとか、いたら嬉しいなとか、そういう感情が動くことだったから叶ったなと思ってて、で今までなんだろう、私叶いづらかったものっていうのはやっぱりその心がやっぱり震えない夢、なんか例えばさ、あの私着物の帯で帽子作ってる帯帽子をなんかアフリカ系のモデルさんに頭に巻いてもらって、あのなんかベネトみたいに写真撮影したいとか、なんかそういうのも書いたんだけど、あ、やっぱ現実感がなさすぎてね、心が揺れなかったからね、叶ってないんだよね。だから今の自分が何かなって嬉しいっていうやつを書いていくこと、自分が心地いい、心が震える、ドキドキする、ウキウキする、ワクワクするっていう望みを見つけてノートにあの書き示していく方が、あの確実に自分の現実を前進させることができるし、変化させることができるなと思う。あの夢の大きさの大小で決まっ、なんかこう小さい方が叶いやすいとかそういうことじゃなくて、自分がウキウキする、ワクワクするっていうその心の反応をよくよく観察して望みを見つけて書き出すっていうことの方がなんかいいかなって感じがする。で、私さっきからカク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 言ってるけど、私は頭の中で望みを出すのがあの苦手なんですよ。あの思考がぐるぐる動き始めて、なんかすぐにハウトゥー考え始めるから、あの望みだけに焦点を当てることができないんですよ。私はノートに書き出さないと。だから私は紙に書き出して、例えばその一個書くと、あ、だったらこれもこうだったらいいな、これもこうだったらいいなっていうのを、あの夢を膨らませる作業が私はノートに書いた方がやりやすかったので、書くといいよ、書くといいよっていうふうに私は喋っている次第です。あ、なんかコメント読みます。あやさん、今この配信聞いてるのが楽しいし震える。マジで嬉しい。ありがとう。みゆさん、私は春風さんに会って震えました。ありがとうございます。嬉しいです。あやさん、パートナーと毎日一緒にいたいみたいな望みはなんだか遠くに感じます。うん、だから、じゃあ、どれくらい、どんな夢だったら震えるのかなっていうのをちょっと探ってみるといいよね。もしかしたらそのパート、どんな男と付き合いたいとか考えてる方が嬉しいとか、どんな男となんか、あ、デートでこんな風にエスコートされたら嬉しいとか、私の望みとすれば、あのドライブデートするときに、もう絶対に私が助手席座るときには扉を開けてエスコートしてくれる人がいいなとか思ってる。まだ夫にしてもらってないけど、開けろやとか言われたけど娘がいるから、もう自分のことは自分でしてくださいって車乗るとき言われたけど、やってもらいたいなって私は思っております。はい。という、こんな感じでした。さあ、みんなも、望んでこうぜというお話でした。おやすみなさい。春風みなでした。バイバイ。